シュマロじゃないもん、マッシュマロだもん。はい、どうもマッシュマロです。1日動画投稿をお休みしてすみませんでした。ちょっと体調が悪くなってしまってですね、しかもなんかこういろいろ悩み事がありまして、ちょっと動画の方投稿できませんでした。今日からまた再開しようと思います。で、マリオメーカー2の実況今日もしていくんですが、今日は昨日ツイッターでもツイートしたんだけど、天気の子が公開がね16日ということで、16日なのに一昨日完成したと、映画自体がちょっと面白いなと、話題だなということで、私の中で天気の子が完成したということで、おめでたいなという気持ちを込めて作りました。天気の子主題歌、2曲、愛にできることはまだあるかいと、グランドエスケープを、ちょっとマッシュアップ風に、まあ、なかなかね、音符ブロックでマッシュアップ風って難しいんだけど、やってみました。まあ、ちょっとマッシュマロのマッシュと、マッシュアップのマッシュをかけたっていう、まあ、それは置いといて、とりあえず行ってみましょう。どちらもラッドウィンプスになります。では、演奏していきます。ほい。という感じでした。コースの説明は、愛にできることはまだあるかいと、グランドエスケープをマッシュアップ風に演奏してみました。マッシュマロで YouTube やってますと、チャンネル登録皆さんお願いします。高評価もお願いします。こんな感じです。では次にちょっと簡単な作り方をご説明したいと思います。はい、どうぞ。移動してきました。移動してきました。まず簡単な説明からやっていきます。まず、スキンは、使っているスキンはこちら。ニュースーパーマリオブラザーズ U。これは Wii U のやつだったかな。このスキンを使ってます。で、新スキンは、まあ、多分空でも大丈夫なんだけど、私は飛行船を使ってます。で、これ、モードはですね、朝の状態。夜にしてみたかったんだけど、夜にするとクリボーがなぜか音が鳴りません。その辺ちょっとまだわかんないので、今回は朝ということで。で、なんで空というか、この背景がね、雲で空を使ったかというと、天気の子という映画、みんなも知ってるかな？まあ、YouTube で検索したらすぐ出るんだけど、ミュージックビデオみたいな、PV みたいな予告編が、ちょっとね、すごく空が出てくる。それをイメージして背景はこれにしました。で、スクロールはですね、今設定してなかったね。スクロール自体はさっきはもう普通でやってます。オートスクロール普通です。早いにすると早すぎるし、逆にオートスクロール普通だとちょっとゆったりめに、滑らかな感じで曲がつながる感じにして作りました。そんな感じです。あとは、まあ、あとはここ、地面は、前にも生放送で言ったんだけど、地面自体は一番下まで、噛んだかな？一番下まで下げてます、ここ。
下げてます。でここはさっきは端を引いています。ちょっと今説明するのにここ1個開けてあるんだけど、でまずゴールは、まあ、好きな感じに皆さんが作りたい曲の長さに合わせてゴールを長さを変えていってください。はい。でさっきはエリア2もあったんですけど、エリア2に関しては横向きで作ってます。で同じ設定自体はね一緒ですね。設定自体はさっきと一緒、床、地面も一番下に合わせてます。ちょっと簡単にやると、ここに床を引いていってる感じです。こんな感じで作っていってます。で土管でつなげていくと。ではエリア1に戻ります。ポッと、はい。で今これ並べてあるんだけど、見えるかな、これオレンジ色、赤っぽくなってるのが普段使ってる音符ブロックです。で白っぽくなってる音符ブロックはそんなにというか演奏コースでは使えません。ちょっと見分けつけやすくするために今色を変えてます。で下からドです。ここがドになります。でドシャープでレシャープでミーファーときてファーシャープでソーシャープラーシャープシードで同じくまたここからレー、あ違うな、これドーシャープでレーって入ってくんだけど、一応分かりやすく普通のシャープがついてない音階、ノーマルな音階は赤で今示してます。ちょっと分かりやすくね、画像も出そうかな。ここに今ねこう音階が書かれてると思うんだけど、こんな感じになってます。で下からドで上がレです。高いレになってます。こんな感じです。使う方はスクショ取ってください。ほい、じゃあちょっと次行きます。説明次行きます。ここの階に行きます。ここまず説明します。まずこれ今音符ブロック白いと思うんだけど、この演奏コースで作る場合はこの音符ブロックはこの真ん中の赤いブロックにしてください。それで音が鳴るようになります。はい、これがまず一つ目で、次がこっちです。これが敵になります。でこれがマリオが何て言うんだろうな、成長するパワーアップアイテムになります。でさっき同様、これ今音符ブロックが赤くなってると思うんだけど、これだけじゃ鳴りません。マリオが通過してもこれだけじゃ鳴ることはないんですよ。だからそれに合わせてつけてあげるのがこの2つになります。まずこれをこの位置に持ってきます。音符ブロックにくっつける形で置きます。こっちも一緒です。でもこれだと、1回音が鳴った後ずっとこの音符ブロックの上で跳ね続けるので、音がずっと鳴り続けます。それだともうぐちゃぐちゃになるのね。だから1回しか鳴ってほしくないので、この上に飛んですり抜けられる、下からすり抜けられるこの雲を重ねてあげます。ここにでこの状態で設置してあげると、まあ、要はこう上から降ってきてここに当たってこうなると、これの連続で音が鳴っています。演奏コースはということで覚えておいてください。でそして次、これ今と同じものがあるんだけど、さっきの場合はこれは動きません。これ自体はもうこうなった時点で動かないんですよ。動かないからこのまんまでも大丈夫なんだけど、クリボーに関してはここまで来た段階でこう動き回ります。歩き回るんですよね。歩き回ることがちょっと嫌なので、歩き回られるとこう落ちたり飛んだりして他の音符ブロックに当たってしまうとすごい不協和音が生まれてしまうので、こういう場合は、まあ、例えばこういうブロックでここを塞いであげます。こう塞ぐことによって
こう落ちてきてぶつかって上がったクリボーが左右に動くことなく、あと上に飛ぶこともなく、ここでもただうろうろしてるだけ。これでも1回しか音のならない一つの音階ができます。で次です。次これはね、なんて言うんだろうな、例えばなんですが、クリボーはピアノの音になります。ピアノの音になります。で、ファイアフラワーは多分私的に聞くとリコーダーっぽい音が鳴ってます。笛っぽいなと思ってます。でここに今並んでるパウブロック、 P ボタン、あとはこのバネの横向きと上向きのものなんだけど、上向きのものはシンバルになります。ドラムかな。ここはもう今ドラムの説明なんですが、上向きのものはシンバルで、横に向いてるものはハイハット。なんて言うんだろうな、こう閉じた状態の鉄を叩いてるような音で、P ブロックがスネアドラムです。スネアのドラムの音です。でこれが足元のバスドラの音です。そんな感じになってます。この4つはね結構使います。数もね限られてくるので、ちょっとね仕掛けを使って無限ループみたいのをできるようになる方が便利かもしれない。私その辺まだできるようになってないんで、ちょっと勉強してできるようになったらお伝えしたいと思います。で、あ、そうだ、ちょっと説明を忘れてたのでこの辺で一つ、音遊びのこのマスクをここ適当な場所に貼り付けて、これをマリオに持ってくると、マリオに重ねてあげると遊ぶにした時にコースの BGM がなくなります。なので演奏コースの演奏の邪魔をすることがなくなるので、これは結構大事です。覚えておいてください。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。次回演奏コースの作り方の解説をする際に、敵だとかいろいろいると思うんだけど、例えばスターだとか、ファイアーフラワーはさっき説明したね、スーパーキノコ、コインだとか、その辺の楽器の音を説明したいと思います。一個一個楽器の音、まあ耳で聞いてこれなのかなっていうのもあるんだけど、ちょっとね、ご紹介していこうかなと思います。レパートリーがたくさんあるので。はい。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さん演奏コース遊んでみてください。ID は概要欄に貼っておきます。またね、バイバーイ、おつまろー。